な奈きのカンチャンネルいや。クレベル戦なんですけどいやーミクキスね正直言ってねクレベル選手寝技の選手なんですけどミクルのカウンターってね結構ネタバレしてんだよね今ねクレベルはあの真剣に研究したらあのカンプしてるよねでも打撃って部分で言うとやはりミクル選手の方が のカウンターって2種類しかないんだね前回、斉藤選手なんかはカウンターもらってたと思うんですけど、それでも一発食らったりしてたじゃないですか、それ分かってても食らっちゃうものということでもないおだったら誘って、出さず、その間にパンチくるよね。ああ、むしろ打たせるってことですか。いそれね、刺していつ来ることが分かってたら、来ることが分かってたら怖くないよ。 来るためにこっっちで作ったらいいじゃん特別相手にやらせててね誘ってらしておいて潰すっていうのが一番効果的だよねどこからでも仕掛ける技が豊富、まあ、は付き合わずにいこうと思ってるんでしょ斎藤選手の時のように亀になったところで、うんうん、クレベル選手だと決めちゃうんじゃないかというようなことを言ってる方も多いのでまあ俺だったら徹底的に誘って打たして潰して打たして滑ちゃってね みくる自身がこれ誘ってんのかなチャンスなのかなってさああ売ってないくらいあの前くらい引っ掛けましたけどね前田さん的に今までのみくるさんの試合をいっぱい見てきてみくるさんの寝技対策とか寝技の技術はどうなんですかグランドですねもうそれ基本的なんで基本的なんで なんか潰す潰せればいっぱいあると思うけど無機能の連敗対策あえて今わなかったけど宮田くん引き入れてなんかいろいろ練習してるけどどんだけやってるかねどんだけすべてどんだけやってどんだけ自分で研究したら今回の試合はミクルのレスリングとかまあそういうものをトロミクラムから分かるでしょ人作り対策ができないと思うんだよね 逆に今までのク来選手は対戦相手がク来選手の弱点の部分に気付かずに戦ってたのは何で,ですかみんなあの、みんなあれだよカウンターっていうのはねいまいち分かってないんだよねみんなね当て感だと思ってんだよ当て感じゃないんだよク来選手が持ってる仕掛けが何か分かってないってことですね。前田さんの言う通りこれだけ YouTube 流していると研究される可能性は全然ありますよね。 クレベル選手はそういったところもしっかりやってきそうなイメージもありますけどロシアの大会のチャンピオンでしょ、ミグレ・やイちゃうかはこれね、立ち技の中距離、中距離から接近の組にいくっていうのが、頃合いの距離の時に結構いろんなことだて言えないね。 それに乗るか乗らないかっていうのとまあうまければ勝てないこともないんだけどねどうかねク来選手の打撃の小技っていう部分だと結構ねパターン化してんだよねこれもねワンパターン化してるんでなんかうーんグライバーたちもうまくそういうカウンターをね 持っていく人までにジャブを高架台に入れて相手の気持ちを散らしてふわっと組みに来ている感じなんだけど組みに来るんかなと思った瞬間にバンとねショートフク持ってくれてねなかなか試合後者だねあくまでも自分のペースと方で相手の流れに巻き込まれてなんか持っていかれちゃって乗って ちっやちちゃゃううとられよねある程度距離を維持してヒットであるばつまりね打撃をコツコツ積み重ねていきながらやるしかないだろうね今までのように近い距離でカウンター狙うのは少し難しいということですかまあグルブルどこまで見るかを謙虚してるからね俺がグルブルだったら誘って振ってきたところハンドル入ってタックル取って倒して溶かしてって。 コントロールして取るよね現段階の予想は今の段階かだから今現時点でどれぐらいの対応ができるようになったかなっていうのもあるんだよねコツコツやって引っ張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 って主導権握りながら引っ張って引っ張ってコツコツやねんなえー 勝負をパンとかけられたちょうのい。相手に変に余計に組ませないタックルでテイクダウンされてロープ際でうだうだしないっていうのを現視しちゃうないとうだうだしちゃったらやられちゃうんだねこんばんはガンチャンネルですえー、チャンネル登録、えー、高評価いいねえー、よろしくお願いします